ですが、先ほども言いましたですけども、私は竹野出身の生まれでございます。うちの母と父が、恋愛でかどうか知りませんが、結ばれまして、事情がありまして、バラバラになり、お互いに再婚して、それでお互いに幸せな日々を過ごしていただきまして、寿命が来ました。それで、6月に、噂の小屋が亡くなりました。北島先生に、先生、海の親が亡くなったですけど、ったらバカだな、お前、噂の親だろうだって。なぜか分かりますか？海の親は女の人でね、噂の親だって。それでちょうど舞台が昼1回と言って4時15分に終わるんです。その時に行ってきました。本当、名古屋に住んでたんですね。それで行ってきまして、それで一応会ってきたんですが、北島先生が、お前の今があるのは、お前さんの親がいるからだ。だから走って行ってこい。新幹線で飛ばして、そこからまで1時間かけて、そのお家までね、一応会ってきました。何十年ぶりですからね。やっぱり、で先生に、あ、お前が芸能界にいるんだから、だから、父ちゃんに産んでもらってありがとう。父ちゃんが産んだおかげで、この世界にいて、北島三郎という人間と一緒に舞台を回していただいてるんだよって、それでお礼を言ってきなさい。って言って、行ってきました。もう、顔だけは見てきてんですけど、本当に向こうの方が言ってましたですけども、いい顔してて、それで私は告別式にはいけませんでしたが、とってもいい顔してる。で先生が、お前はね、芸能界にいるんだから、みんなのね、お父ちゃんの顔がね、立ててね、俺の名前で花も飾ってこいって言って、お声もいただきましてね、本当にこういう心の広い優しい北島先生だなと思って、本当に普段だったらね、いつも私は怒られ役なんですがね、で私が次の日に、先生、先日はお心遣いありがとうございましたって言って、先生の楽屋に行って座って挨拶させてもらおうと思ったら、すぐトイレに入りましてね、顔見ないんですよね。もう先生も自分で、俺もこの頃60過ぎたら涙腺が弱くてなーって言うもんだから、多分で私が言ったらすぐ後ろを向いたもんだ、これは絶対に顔見たら楽なって自分が思ったんでしょうかね。そういうふうなね、もう今回はもう親の、海の親も育ての親もいなくなりまして、でも皆さんには、北島先生、皆さんに助けていただいて、こうやって素敵な種子島コリーナで舞台を踏ませていただく、本当に私は世界一幸せな桜満開だと思います。本当に今日はありがとうございました。お話をするつもりではなかったんですが、あそこにうちのおじさんの軍事でおったもん、タンダーでおったもんじゃ、ふっと思い出しました。四季今よかった時おってほしい。まあ本当、知った顔じゃ、もういたんだ、みんな本当知ってるばかりじゃな。やっぱりこうやって5年ぶりに来ても変わらんな、ばあちゃんなんかまだよかったな、ばあちゃん、これ見てて、こうしてみんな知ってたらな、長生きしろ、どんがんできやらな、無理だからみんなできる人ばっかり、長生き100まで生きれろ、金さん金さんは107じゃかんな、まあ無理だから、この前5年前の上金金上した人もおったばっち、おらんなかこらなあ、本当にじゃばじま種子島に来て、川原茂子ちとっとのが同窓の同窓じゃばっち、おら38じゃかんな、ほらごめん。